府中の芝2400メートルという過酷な条件に果敢に挑む乙女たち、今年のレースにはどんなドラマが待っているんでしょうか。3歳牝馬の日本一を決める優秀牝馬オークスの発想です。さあ最後は大外枠のミヤネーロ、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。大きな出遅れはありませんでした。さあ先手を奪うのはどの馬か。予想通り先手を取りました。ビントシュティレ、2番手にはラバンダ、スイープフィート。どうやら後方からの競馬、前の方からもう一度見ていきましょう。ビントシュティレ先手を取りました。すぐ後ろに湘南マヌエラ、この集団にパレハ、その後ろからはタガノエルピーナ、内からはステレンボッシュ、隣にはラバンダ、並んで14番、オーエリート。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。外を通ってサフィラ、黄金の空、そのうちに続いています。その後ろにクイーンズウォーク、その外からランスオブクイーン、外にはチェルビニア、この位置にミヤネーロ、オレンジの帽子アドマイアベル、その後ろ 1000m を通過。ここまでほぼ平均ペースで進んでいます。内を通ってサンセットビュー、スイープフィート、それに続きます。その外にナイトバック、しんがりからエーセルフリーダ、各馬鮮やかな芝生を蹴り上げて進んでいきます。では前の方から一気に先頭に立ちました。1番パレハ、その横にビントシュティレ、湘南マヌエラ、すぐ後ろ大ケーキを通過していきます。さあ先頭はまだ1番パレハ、外を通ってビントシュティレ、真ん中をついては湘南マヌエラ、後続も追い上げていきます。さあいよいよ直線の攻防、ここで先頭変わりました。先頭はステレンボッシュ、リードは1馬身から2馬身、クイーンズウォーク懸命に足を伸ばす。残り 200m、 しかし後続も襲いかかる。残り 100m、 2番手はクイーンズウォーク、ステレンボッシュ先頭だ。先頭はステレンボッシュ、1着でゴール。2番手にはクイーンズウォーク、その後ろにチェルビニア、ステレンボッシュ、見事このレースを制しました。府中の芝 2400m という過酷な条件に果敢に挑む乙女たち、今年のレースにはどんなドラマが待っているんでしょうか。3歳牝馬の日本一を決める優秀牝馬オークスの発想です。さあ最後は大外枠のステレンボッシュ、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。タガノエルピーナ、これは好スタート。湘南マヌエラ、この馬も好スタートを切りました。やはり予想通り花に立ったのは湘南マヌエラ、続いてタガノエルピーナ、さらにはチェルビニア、8番ビントシュティレ、その後ろ湘南マヌエラ、先手を取りました。これに続いてパレハ、ラバンダ、それに続きます。その後ろからはオーエリート、すぐ後ろにステレンボッシュ、ミヤネーロ、そのうちに続いています。この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。すぐ隣に黄金の空、アドマイアベル、それに続いています。その外からクイーンズウォーク、内からはスイープフィート、その外にエーセルフリーダ、外を通ってランスオブクイーン、その隣にサンセットビュー、 1000m を通過。ここまでほぼ平均ペースです。これに続くのがライトバック、その後ろにサフィラ、各馬鮮やかなターフを進んでいきます。前に戻りましょう。2番湘南マヌエラ、依然として先頭に立っています。ここにつけたのがビントシュティレ、パレハ、この馬もこのグループ大きく離れました。ステレンボッシュ、ラバンダ、すぐ後ろ、これに続いてクイーンズウォーク、大ケーキを通過していきます。前は湘南マヌエラ、まだ粘っています。外を通ってビントシュティレ、この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。4コーナーカーブから直線コースに向きました。先頭に立つのはビントシュティレ、ステレンボッシュ、外から先頭に躍り出た。最後の追い比べ、先頭はクイーンズウォーク、残り 200m を通過して、先頭は変わってステレンボッシュ、クイーンズウォーク先頭並んでいます。ステレンボッシュ、ライトバック、クイーンズウォーク2着に入ったか。3番手にはステレンボッシュ、ライトバック、見事このレースを制しました。府中の芝 2400m という過酷な条件に果敢に挑む乙女たち、今年のレースにはどんなドラマが待っているんでしょうか。3歳牝馬の日本一を決める優秀牝馬オークスの発想です。さあ最後は大外枠の湘南マヌエラ、
ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。各馬揃った見事なスタートを切りました。さあ果たして何がいくでしょうか。先手を取ったのは予想通りビントシュティレ、さらには湘南マヌエラ、10番お金の空、その後ろパレハ先手を取りました。その後ろからはタガノエルピーナ、その横にガバンダ、内からチェルビニア、ステレンボッシュ、この馬もこのグループ、その外にオーエリート、内を通ってサンセットビュー、その外からミアネーロ、この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。内からはクイーンズウォーク、外を通ってアドマイアベル、黒の帽子スイープフィート、その後ろこの位置にランスオブクイーン、すぐ隣にライトバック、並んで11番サフィラ、しんがりからエーセルフリーダ、 1000m を通過しました。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。各馬鮮やかなターフを進んでいきます。さて先頭に戻りましょう。4番パレハ依然として先頭、ここにビントシュティレ、タガノエルピーダ、それに続きますステレンボッシュ、それに続いています。外にはオーエリート、その後ろに湘南マヌエラ、その隣にお金の空、各馬大欅を通過、前はパレハ、ビントシュティレ、ほとんど差がありません。タガノエルピーダ3番手、後続集団も追い上げにかかります。4コーナーをカーブして、さあこれからです。一番前にはパレハ、内にはクイーンズウォーク、ここで先頭はクイーンズウォーク、後続を引き離しにかかるお金の空、さあ手応えはどうか。残り 200m、 先頭はクイーンズウォーク、お金の空前を伺う、先頭はクイーンズウォーク、先頭はクイーンズウォーク、1着でゴール、2着にはどうやら小金の空、勝ったのはクイーンズウォーク、このレースを制したのはクイーンズウォーク。府中の芝 2400m という過酷な条件に果敢に挑む乙女たち、今年のレースにはどんなドラマが待っているんでしょうか。3歳牝馬の日本一を決める優秀牝馬オークスの発想です。さあ最後は大外枠のサンセットビュー、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。ビントシュティレ、好スタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。やはり予想通り花に立ったのはビントシュティレ、続いてチェルビニア、スイープフィート、後方から、では前の方から見てみましょう。パレハ先手を取りました。内から湘南マヌエラ、その外からビントシュティレ、その横にオーエリート、その外にチェルビニア、外を通ってラバンダ、すぐ隣にお金の空、内を通ってミアネーロ、この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。外にはサンセットビュー、ステレンボッシュ、そのうちに続いています。その後ろにランスオブクイーン、ここにつけたのがエーセルフリーダ、外を通ってサフィラ、ここにタガノエルピーダ、 1000m を通過、ここまでほぼ平均ペースで進んでいます。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。その後ろにライトバック、その隣にクイーンズウォーク、内からはスイープフィート、しんがりからアドマイアベル、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。先頭に戻りましょう。一気に先頭に立ちました。1番湘南マヌエラ、この位置にパレハ、この辺りで各馬大欅の向こう側を通過、先頭は依然として湘南マヌエラ、まだ粘っています。パレハほとんど差がありません。ビントシュティレ3番手、第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。先頭に出たのはミアネーロ、しかし後ろとの差はわずか、これはどうだ。スイープフィート、足色はどうか。残り 200m を通過して、リードは1馬身、押し切れるか、アドマイアベル詰められるか。先頭はミアネーロ、ミアネーロ1着、ミアネーロ、アドマイアベル2着に入ったか、勝ったのはミアネーロ、このレースを制したのはミアネーロ。